て乳酸。まあこれ実は乳酸以外にもいろんな酸であるんですけど、ちょっと乳酸が特に栄養管理に関わる時が多いかなと思うので、ちょっと乳酸だけ抜粋をさせていただきますし、血ガスの、まあ、機械にもよりますけど、乳酸も一緒に取る場合が結構多いと思いますので、ちょっと乳酸も、お話をしていきたいと思います。で、ここ乳酸。乳酸は酸なので、この乳酸が溜まると、先ほど言った通り体全体の pH は下がってくる。まあ、いわゆるアシドーシス、傾く。ということになります。なので乳酸が増えるというのはアシドーシスということです。で、ちょっと見ていきます。最初に見た通り、各細胞からは CO2 と酸が出ます。で、CO2 と酸はここの血液に乗せて肺だったり腎臓から出すという働きになりますが、まあ、大元を正すと前回の勉強会で話した通り、O2、酸素を使ってATP を作った残りがこの CO2 だったり酸だったりするということで、酸素を使って ATP を作った後で CO2 が出るんですけど、この ATP を作る働き、皆さん覚えてますでしょう？解糖系から TCA サイクル、ミトコンドリアの方にこの基質ですね、栄養糖質だったり脂質だったりをここの解糖系だったり TCA サイクルを使って ATP を取り出すということですが、この解糖系から TCA サイクルに行くとき何が必要だったか皆さん覚えてますでしょうか。前言ってたこの O2 酸素が必要なのと、もう一つビタミン B1、 これがないと解糖系のところで終わってしまうというようなエネルギー代謝になってます。この辺皆さん覚えてますでしょうか。ここは国試とかで必死に覚えるところですけど、なかなか臨床でじゃあ使うかっていうと実際使わないですよね。あそこの TC サイクル全部覚えてても実際使わないんですけど、こういったところは実は生化学のところで使う知識が実は臨床にも生きてくるというところはここです。で、これ例えば酸素が足りなくなる状態、これは酸素が足りなくなる状態っていうのは細胞のところに酸素が足りなくなる状態ですので、例えば血管に何か狭窄とか閉塞があって、ここまで細胞まで酸素が運べないような状態、あるいは、血流が落ちているようなショックとかそういった状態で、ここまで細胞まで血が流れてこないとかですね、あとは、まあ、そもそも呼吸不全で酸素が肺のところを通ってこないなんかで、いろんな理由が原因がありますけど、こういったので酸素が細胞まで来ない状態の場合は解糖系の代謝になります。覚えてますでしょうか皆さん。解糖系の代謝の時にできるのは ATP も出ますけど、実は乳酸も出ます。なので酸素が少ない場合は TCA サイクルまで行かずに解糖系だけのエネルギー代謝になるので、乳酸がどんどん増えていくということになります。あともう一つは、この解糖系から TCA サイクルに行くときに必要なのがビタミン B1 でしたので、これが足りない場合も同じように解糖系のエネルギー代謝で乳酸がどんどん出てくると。で、さっき最初に言った通り、乳酸が増えるとアシドーシスになるというところで、例えばビタミン B1、まあ、摂取が少ない場合ですね。摂取が少ない場合、当然ビタミン B1 が足りなくなって解糖系のエネルギー代謝が優位になる。あるいは過剰な糖質投与。まあ、特に高カロリー輸液ですね、 TPN で糖質がどんどん入ってくるような時はビタミン B1 に対して、入ってくる糖質が多すぎて、ビタミン B1 が相対的に足りなくなる、あるいはアルコールも同じような状況でアルコールの過剰摂取で、相対的にビタミン B1 が足りなくなるというような状況で、解糖系がどんどん優位になると乳酸がたまるということになります。なので、乳酸が高いという時は原因としては、まあ、主にこういったところ、酸素が不足している、あるいはビタミン B1 が足りないというような状況です。じゃあこれ何？栄養管理に何が大事なんだろうっていうところですけど、あ、酸素が少ない、ビタミン B1 が足りない。あ、じゃあビタミン B1 を入れよう。これはいいですよね。ビタミン B1 が少ないのでビタミンを投与してあげるというのがまあ一つ。大事なのは実はこっち。酸素が足りない場合。今最初の方で血管が狭窄したり閉塞したりしている場合も酸素がいけませんよっていう話をしましたけど、この血管がじゃあ例えば、腸管を栄養する血管が詰まってる場合も細胞に行かないので、例えば乳酸が上がってる場合は腸管虚血あるいは腸管壊死、この辺を疑う所見になったりします。なのでこれもし乳酸が上がってて本当に腸管の方に血流が行ってない場合は、栄養、お腹を使うような栄養管理、経腸栄養とか、まあ、当然食事なんかはできないと
ということになります。あとは低管流、これも酸素が各細胞に行かない。この細胞っていうのはこれ腸管でも起きている場合、前回の呼吸のところでやりました、酸素管のところでやりましたけど、腸管の酸素化が悪いということは腸管の動きが悪いということで、お腹は使えるけどだいぶ使いにくい状況になっている可能性があります。で、呼吸不全も一緒です。呼吸不全で酸素が入ってこないので、その酸素が腸管に行かない場合も今低管流といったところと同じような状態になるので、この乳酸実はお腹の中を想像する時に使ったりしますので、ここの乳酸実は栄養管理非常に重要です。投与経路を決める時にお腹が使えるか使えないかっていう一番最初、栄養管理のアルゴリズム一番最初のところに実はこの乳酸を使ったりしますので、ここはちょっと別個で紹介をさせていただきました。だいぶここもややこしくて話し出すと細かいいろんなとこがあるんですけど、ここをしっかり見てくださいというところだけ、最後まとめたいと思います。で、今回血ガスの特にアルカロシス、アシドーシス、この辺を見るときに使うのは、まあ、pH、 あとは CO2、 H 使用水で、ちょっと今日、ベースエキスやりませんでしたけど、あとラクテート、乳酸、ここを使いましょうということです。見る順番は、最初に言った通り、1番 pH から、アシデミア、これまあ、いわゆる酸性になってるよっていうことをアシデミア、アルカリ側に傾いてるのをアルカレミアと言います。まあ、pH が上がっている状態、これをまず確認しましょうというのが、で、その次に代謝性、呼吸性の指標、まあ、CO2、HCO3、この辺を見て上がってるか下がってるかを確認しましょう。呼吸性が悪くなってくると、まず呼吸が悪くなった後にそれをなんとか代償しよう、 pH を調整するために呼吸性が悪くなってるんですけど、代謝性の指標も動いてきます。反対に代謝性の方が先に、例えば今日で言うと腎不全が起こってても呼吸性の方の指標も動いてきます。それは pH をできるだけ中性期に保とうっていうことで、代謝は代謝だけで起こるわけじゃなくて、代謝が悪くなれば呼吸も悪くなる、反対に呼吸が悪くなれば代謝の方も動いてくるということになる。例えば代謝性アシドーシスが起こっている場合ですね、 HCO が下がっている場合はアシドーシスをにぶつけなきゃいけないので、呼吸性のアルカローシスになっている場合が多いです。で、まあ、必ずしもというわけじゃないですけど、そういう場合が多いです。呼吸性のアシドーシス、呼吸性のアシドーシスになっている場合は、なんとかこのアシドーシスを改善するために代謝の方はアルカローシスにして pH を保とうというような、血ガスの動きになっている場合が多いです。頭の中を整理するときは、まあ、こういった形で、まあ、上司とか、先生とか、看護師さんとこの人の血ガスを使ってディスカッションとか病態を整理するときに、こういうふうに考えればいいかなっていうのがあります。まずは代謝性のか呼吸性の、まずこれ順番をどっちかで、こっち、ここに入るのは代謝性は呼吸性、アシドーシスはアルカローシスなので、例えば代謝性アシドーシスに対して呼吸性のアルカローシスで代償できてるかできてないか、できてるかできてないかで、できてないんだったらできてないでアシデミアになってます、もしくはアルカレミアになってますっていうような形で整理をすると病態が非常にスッキリするかなと思います。もう一回言います。例えばまず呼吸性のアルカローシスが一番最初の病態だったとしたら、呼吸性アルカローシスに対して代謝性のアシドーシスで代償できてる状態ですで終わりとかですね、まあそういった感じで、ここまあひな型です。ひな型これで考えてもらうと、まあ、ここの 1,2,3 を実は網羅できてる言い方だったり、頭の中整理するときにこの考え方でいくといいんじゃないかなと思います。じゃあ本日のポイント、今日は代謝性の指標と呼吸性の指標の原理をまずそれぞれ、肺で起こってる場合、腎臓で起こってる場合っていうところをまず抜粋をして、見ていきました。その上で重炭酸干渉系ということで、これ単発で肺だけで起こっているとか腎臓だけで起こっているというわけじゃなくて、肺で悪くなったのをうまく代償しようとして腎臓が動く、あるいは腎臓がダメなところをうまく肺がカバーするように動くっていうところ、これを難しく言うと、まあ、重炭酸干渉系というところです。あとは細胞でその酸、
足動室に傾くような酸が出ているような状態、特に今回は乳酸というところで代謝酸液平衡を見てきたというところが、まあ、本日のポイントになります。まあ、ここ1回でやるのはなかなか難しかったと思うんですけど、実践をやってまたこっちに戻ってもらう1回実践のところやりますので、そこを行ったり来たりしてもらうとだいぶスッキリするかなと思います。ここだけ本当に生理学の教科書的なここだけ見るとなかなか結局病態どういう病態とかっていうところに結びつきにくいかなと思うので、次回のところですね行ったり来たりしてもらえばいいかなと思って次回のスライドも今準備をしておりますので、ぜひ次回も見ていただければと思います。